ホーホタウヌス軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区の軍であり、フランクフルト、ラインマイン大都市圏に位置している。軍庁所在地は、同軍最大の都市でもあるバートホムブルクフォア、デアヘイである。ホーホタウヌス軍は、不動産賃料が高いことや、ドイツのすべての軍の中で2番目に購買力指数が高いことで知られている。 2016年のドイツの平均購買力を100%とした購買力指数は144.2%であり、住民1人当たり3万1825ユーロに当たる。ケーニヒシュタインイムタウヌス、クローンベルクイムタウヌスが1人当たりの購買力指数がホーホタウヌス群で最も高い町である。隣接する。 マインタウヌス軍の購買力指数は133.4%で、一人当たりの購買力指数は、ドイツのすべての軍の中で4番目に高い。ホーホタウヌス軍は、ほぼ完全に、タウヌス山地内に位置している。ただし、南部のバート・ホムブルク、オーバー・ウルゼル、フリードリヒスドルフ、クローンベルク、ケーニヒシュタインといった、タウヌス終焉部署誌を含む、先山地方は、 フランクフルトの一部宿を含むオーバーラインボンチに一致している。また、東部はベッテラウ地方へ移行する。最高地点はグローサーフェルトベルク、最低地点はバートホムブルクのオーバーイコールエルレンバッハ近郊である。ホーホタウヌス軍はホルダータウヌスとヒンタータウヌス東部によく分けられる。ホルダータウヌスはフランクフルトに向いている側にあたり、 フランクフルト市民が、近郊保養地として、よく利用する東部、ヒンタータウヌスは、タウヌス産地主脈の反対側に位置する。方ホ,ホタウヌス軍は、北西から時計回りに、リムブルクイコールバイル軍、ラーンデル軍、ベッテラウ軍、軍独立市であるフランクフルトアムマイン、マインタウヌス軍、ラインガータウヌス軍と境を接している。現在の軍域は、中世には、マインツ船抵抗。 クローンベルク家、エップシュタイン家など様々な領主の所領に属していた。19世紀の初めに南部が、ヘッセンホムブルク砲白領、北部が、ナッサウ公領となった。1866年の広島戦争後、ヘッセンホムブルク砲白領とナッサウ公国のアムト、ケーニヒシュタイン及びアムトウー人ンゲンから、バートホムブルクを主流とするオーバータウヌス軍が、成立した。 1886年4月1日の軍条例に従い、タウヌス山地の尾根の北側にあたる46市町村が新たにウージンゲン軍を形成した。オーバータウヌス軍には34市町村、面積にして22,454ヘクタールが残った。1919年にオーバータウヌス軍のフランス占領部分が分離され、ケイニヒシュタイン軍が成立した。 この地域は、フランス占領軍撤退後の1928年10月1日に、オーバータウヌス軍に返還された。プロイセンのスパーバーアドナンジェンに基づき、1932年8月1日に、ウージンゲン軍が廃止された。その軍域は、一部が隣接する、ベッツラー軍、オーバーラー軍、ウンタータウヌス軍に分割されたが、大半は、オーバータウヌス軍に編入された。 しかしわずか1年後の1933年10月1日には、すでに、地元の国家社会主義ドイツ労働者等の働きにより、ウージンゲ元ン軍は現状を回復した。1972年8月1日、ヘッセン州の地域再編に伴い、候ホタウヌス軍が成立した。この軍は、新しい軍の扱いであった。1972年8月1日には同時に、 現在の13市町村への統廃合が行われた。軍の行政中心地、すなわち軍庁所在地は、バート・ホムブルクに定められた。ホーホタウヌスは1991年に、増収愛事件により、ドイツ全土で知られることとなった。2004年2月に、当時の軍庁ユルゲンバンツァーは、ホーホタウヌス軍に隣接し、同様の構造を有するマインタウヌス軍との合併の、 可能性を議題とした。両軍の合併により、年間1800万ユーロから2000万ユーロの節約が見込まれる。候補タウヌス軍庁舎2016年3月6日の選挙結果を以下に示す。それ以前の結果も、比較のために表示する。図柄青字、直立した獅子が左右に分割されている。向かって、左には4つの銀色の円月兜が描かれ、獅子は、 金の爪を持ち、銀色と赤色が交互に9回入れ替わるストライプで彩色されている。向かって、右には4つの金色のクラブが描かれ、死は赤い爪で金色に彩色されている。解説、本軍の紋章は、オーバータウンス軍の紋章とウージンゲン軍の紋章を組み合わせたものである。向かって、左半分は、ヘッセンの死死で、旧ヘッセンホムブルク砲白領にあたる。 金色に塗られた獅子の右半分は、ナッサウ広告を表している。四つの縁付き株とは、クローンベルク家の四つのクローバーは、ウージン原子の紋章から取られた。このようにこの紋章はかつて軍域を治めていた領師を象徴している。この紋章は、1974年7月12日に、承認された。デザインは、紋章研究家、ハインツ・リッツによる。 フレゼニウス本社群長所在地のバートホムブルクは国際的に有名な温泉保養地である。バートホムブルクにはフレゼニウスメディカルケアとフレゼニウス SE&CO、クガの2つの DAX 企業がある。ホーホタウヌス群にオフィスを置く、その他の有名企業としてはミルーパ、アルテラ・イプツィガー保険、エービスレンタカー、トーマス・クックグループなどがある。また、タウヌス群には ジレットグループ、ジャガードイチュラント、フィデルティインベストメンツドイチュラント、カントン電子、アクセンチュアドイチュラントの本社もある。ホーホタウヌス軍は144.7%のドイツで2番目に高い購買力を有している。冬輸送の多くがバーとホームブルク及びその周辺に家を有している。軍全域で地価が高く、一般的に賃料も高い。 一人当たりの購買力のランキングは、1位がバイエルン州シュタルンベルク軍、3位がミュンヘン軍、4位がマインタウヌス軍であり、特にバートゾーデンアムタウヌスが高い値を示している。ホーホタウヌス軍はバートホムブルクとウージンゲンで病院ホーホタウヌスクリニークを運営している。また、ノイアンスパハに本部を置くタウヌスメニューサービス GMBH の所有者は、病院。 オーバーウルゼルの事業所、ホーホタウヌス郡の学校の一部に食事を供給している。これらの食事は調理、冷凍法により、調理後に急速冷凍されたものである。ホーホタウヌス郡はマインタウヌス郡と共同でタウヌス貯蓄銀行の運営主体を務めており、ラインマイン人海処理場 GGMBH の重要な共同所有者である。本郡は、 タウヌス自然公園目的連合及び、ホーホタウヌス交通連合の主要部分を占める。私、企業としては、身体障害者のためのオーバーウルゼル受産所を運営している。この他には、ナッサウ貯蓄銀行、ジュバークエネルギー、ナッサウ住宅などに、軍の一部が関わっている。鉄道現在のホーホタウヌス軍の軍域は、フランクフルトから発する公益回道網の主軸から、 離れた場所にあたる。温泉や保養地が点在するタウヌス山地の南斜面は19世紀にはすでに現在と同様に人気の住宅地となっており、多くの鉄道会社がフランクフルトからの鉄道を運行した。その中にはほんの短い路線もあった。ホムブルク鉄道会社は1860年9月10日にマインベーザー駅からフランクフルトに至る路線を開通した。 ヘッセン選定工領のボッケンハイムは迂回したものの、レーデルハイム・オーバー・ウルゼルを通り、当時は、宝白の宮廷都市で現在は、ホ宝ホタウヌス軍軍庁所在地となっているホムブルクに至る、この路線は、4つの独立した両方から免許を受けなければならなかった。1874年11月1日、クローンベルク鉄道会社によって、レーデルハイムから、 タウヌス都市クローンベルクに至る支線が分岐した。これに隣接する都市ケーニヒシュタインは1902年2月24日から、ケーベン鉄道ヘイヒストケーニヒシュタイン線によって結ばれた。これは、現在のヘッセン州鉄道の一部となっている。これら3つの路線の列車は、フランクフルト中央の中央駅前を起点とした。1910年5月から、フランクフルトローカル鉄道が、 バート・ホムブルク及びオーバー・ウルゼル・ホーエ・マルクと大都市を2本の電化路線で結んだ。この路線は現在ユーバーンモーの一部となっている。1899年にはすでにホムブルクに路面電車が運行していた。1935年まではローマ時代のジョーサ塞ザールブルクまでの路線もあった。フランクフルトから放射状に伸びてきたフォルダータウヌスの路線網は1895年に ホムブルクフリードリヒスドルフウジンゲン線によってタウヌス山地の主脈を越えた。この路線は1909年にクレーベンビースバッハを経由してラーン川沿いのバイルブルクまでを結んだ。1912年からクレーベンビースバッハからゾルムスタールを通りベッツラーまでの支線が運行した。これは現在のラーンディルグンブラント・オーベルンドルフを終点とするタウヌス鉄道の前身である。 1901年7月15日以降、フリードリヒスドルフからマインベーザー鉄道のフリートベルクへの路線が設けられ、ベルリン、バートナウハイム、バートホームブルクビースバーデンのベーダーバーンを高速列車が運行するようになった。現在、鉄道による公共旅客交通は、S バーン S4 号線及び S5 号線、ヘッセン州鉄道 GMBH が運営するフランクフルト、 ケーニヒシュタイン線及びバート・ホムブルク・ウージンゲン、グレーベン・ビースバフ・ハブラント・オーベルンドルフ線が運行している。フリードリヒスドルフからフリートベルクへの路線も RMV-16 として運行されている。フランクフルト・ユうバーン網に接続しているのはバート・ホムブルクとオーバーウルゼルである。1988年にホーホタウヌス軍とその市町村による目的連合。 ホーホタウンス交通連合が設立された。この目的連合はフリードリヒスドルフウジンゲングレーベンビースバッハ間の2 8 8トルの区間を廃線から守るために280万ドイツマルクで購入した。公共交通機関のすべての路線は1995年以降はラインマイン交通連盟に加盟している。 道路群内を連邦アウトバーン A5 号線と A661 号線が通っている。さらに多くの連邦道や軍道が群内を結んでいる。例えば、連邦道 B275 号線、B455 号線、B456 号線である。バートホムブルクとバートカムベルクとの間の観光街道、ホーホタウヌス街道は観光客のために群内の見どころを結んでいる。 軍域を二つに分けるタウヌス山地の主脈には様々な遊歩道や登山道がある。1956年7月1日からオーバータウヌス軍が使用していた略号 HG は1972年8月1日に候ホ,ホタウヌス軍に割り当てられた。この略号は軍庁所在地のバートホームブルクフォア、デア兵に由来したもので現在も使われている。 2013年1月2日からこれに加えて、ウシも有効となった。重要な地方紙は、タウヌスイコールツイトング及びヒンタータウヌスで有力な、友人ガーアンツァイガーである。フランクフルトルントシャウは、タウヌス版で軍内の事件を報道している。ホーホタウヌス軍は、八つの市と五つの町村を、包含している。軍庁所在地で最大の都市が、バートホムブルクフォア、デアヘイである。 この町は特別市の扱いである。多くの町がその名称にイムタウヌスあるいはホアデアヘという語を添えているが、これらは公式な市名の一部である。ノイアンスパハは人口1万5千人を超えたため、2007年10月31日に市に昇格した。ありがとうございます。